皆さんこんにちは、ゆきです。ドルン採掘場のクリア参考例です。戦術装備は補助のみ B に変えてます。 B 解放されてないっていう方は、まあ、先にアイアンキャロット採掘場をクリアした前提で作ってるので、そちらの動画をご覧ください。補助の B じゃないとクリアできないってことはないんですが、まあ、ちょっと保全苦手な方とかも、まあ、多いと思うんで、まあ、この B を使うことで結構クリアしやすくなったりとか、まあ、あと目当てのオペレーターを、まあ、手札に加えやすくなったりするので、まあ、あえてねここで B を使ったことないって方は、まあ、ぜひ B を使ってほしかったんで、まあ、B をね選択しました。まあ、個人的に B がすごい好きなんですよね。ちなみに LT1 は、まあ、特に攻略的な要素っていうのはなくて、狙撃バフを重ねた GG ちゃんにブロック役、これで操作終了になっております。で早送りと、次は、2層ですね。2層のとりあえずピック、ここはまあ私ならイースチナかな。で、ここはまあアズリウス。まあ狙撃の中でも、まあやっぱりコストの軽いね、この速射手はいいですね。そしたら LT2 見ていきましょう。LT1、2、3とかは、まあそこまで難しいステージではないので、まあ、結構軽めで動画を作ってるんですが、まあ、例えば今回だったら、まあ、こんな感じで狙撃を重ねて、まあ、ここに GG ちゃんを置くんですが、GG ちゃん今手札にないですよね。こういう時に、まあ、補助がいれば、まあ、補助の B の戦術装備があれば、補助まあ、選択してこんな感じでね手札に加えやすくなるのですごくおすすめです。そしてコストがたまったら GG ちゃん配置、ただ GG ちゃんの S には発動まで、まあ、時間かかりますのでブロック役欲しいですね。まあ、バグパイプやっぱりブロック数1なので、まあ、私は、まあ、やっぱバグ認可が好きなんで使ってるんですが、まあ、全然シージとかね、あと他のテキサス、クーリエとかその辺の戦法の方が使いやすいっていう方もいるので、この辺はね自分なりにアレンジしてもらえればなと思います。でここスズランね、もうちょっと攻略動画長くなるのが嫌やったんでもうすぐに置いたんですが、まあ、ちょっとバフを重ねた方が安定します。まあ、見といてくださいね、ここちょっと火力足りずに抜けそうになるんですよ。まあ抜けなかったんですけど。こういうパターンになってくるとやっぱアンジェ。で、ここは、まあブレイズかな。まあ、やっぱりブロック役、ブロックできてダメージを与えれるオペレーターっていうのはもう強いんですよ。基本的に。まあ例えば、まあブレイズ、マウンテン、マドロック。まあこの辺は、バフを重ねなくても序盤、まあ、使えたりするので、まあ、途中で召集できる機会があったら、まあ、召集してみるのもいいと思います。さっき私がバグ認可好きだからよく使ってる、ただ、まあ、ブロック数2の戦法の方が使いやすいって方も多いと思うんで、まあ、そういう方はそっち使ってくださいっていう話の続きなんですが、まあ、戦法に限らず、まあ、全てのことに言えることなんでね、この攻略自体は、まあ、私が保全を、まあ、約半年やってきて、まあ、使いやすかった、まあ、攻略しやすかったっていうオペレーターを、まあ、使って、まあ、配置しているので、まあ、これが正解ってわけではないので、まあ、皆さんもね、まあ、3ヶ月4ヶ月って経験が増えてきたら、まあ、自分なりの攻略っていうのが出てくると思うんで、まあ、そっちにねこうチェンジしていくのもいいと思います。こういうところ少しポイントですね。敵が抜けそうなところは、まあ、マドロック配置で、まあ、結構解決できることが多いので、
まあ、核としてマドロックを入れてます。まあ、実際、まあ、一番重要なのは GG スズランってなってきて、ここに3人目の高台を入れちゃうと、まあ、かなりきついんですよ、バフ回しが。なので、まあ、地面オペレーターの中やったら、まあ、私はマドロックかなっていう感じでマドロックを使ってるだけなので、まあ、全然他のオペレーターでもまあいいかなと思います。重装プラス医療っていう組み合わせもすごくいいので、まあその分配置数使っちゃいますけど、まあサリア S1 ホシグマ S2 プラス医療とかね、まあそれかもう重装重ねてめちゃくちゃもう硬くするとかね、もうそういうのもいいですし、まあ保全は結構自分のプレイスタイルで変わってくるのかなっていうイメージですね。でスズランも受けて GG も受けました。でこれで操作終了になっております。3層終了ですね。次が4層なので、4層はボーナス敵が出てきますね。ここは、まあ、本来やったらサリア取りたかったんですけど、ちょっとサリア強いのでスポットにしました。まあ皆さんはサリア取ってください、重装取るんやったらね。まあちょっとレッドと悩みましたけど、まあ動画として分かりやすいかなと思ってスポット使って、でここで、まあ、先方を取るっていうのも良かったんですが、ちょっと佐賀はやめました。なのでまあ最終的にはプラチナにしましたね。まあなんで佐賀やめたのかというと、まあ佐賀ちょっと重傷効果とかが入って攻略動画としてちょっと見づらくなるかなと思ったんでスルーしました。4層ですね。ボーナス敵が出てきます。私が選ぶアイテムはこの3つですね。まあ基本的に私はこの3つが好きなんでよくこの3つを取ります。まあただこれどれが出るかっていうのもランダムになってますので、まあ一つのね、まあ、参考にしていただければなと思います。ここのステージは、まあ、とりあえずロードローラーが出てきて、まあ、あとボーナス敵も、まあ、クラスレムーブの、まあ、すり抜けのボーナス敵なんかもいるので、ブロック役の後ろにもう一人ブロック役がいれば安定するっていうのと、ブロックする前にしっかりとダメージを与えれるオペレーターが重要ですね。まあもうそこに関してはスズランと GG で解決できてるので、まああとはブロック役が大事かな。言ったら狙撃 ×5 のバフを重ねた GG ちゃんとスズランであってもボーナス敵倒せなかったってっていうこともあると思うので、まあ、その先にしっかりとブロック役がいればこうダメージを与える時間っていうのが伸びるので、しっかりねブロック役も配置していきましょう。まあ、どうしてもね、まあ、このシステム上動画通りにならないっていうのがあるので、まあどういう風に配置しているのか、まあ、どういうふうに、まあ、流れを作っているのかっていうのを、まあ、参考にしてもらって自分なりに攻略していかないとダメですよね、保全は。まあ、あとやっぱり手動で操作する時間が長くなるので、まあ、その分手動スキルを使いすぎると、まあ、より再現性がなくなってちょっと大変っていうことも考えられるので、まあ基本的には GG、スズラン。まあこの辺は S2 の自動スキルを使ってます。そのステージによっては、まあ GG ちゃん S3 の方が良かったりとか、まあスズラン S3 の方が良かったりっていうのももちろんあるんでね。いや、ここのステージは GG、S3 の方が簡単でしょうっていうパターンもあると思うんですが、もう分かりやすく、もう自動スキルを使ってます。目標をロックしたわよ。戦うしかないようです。今がだいたい10分ぐらいなので3分の1ぐらいは喋り終わった感じかな。出てきましたね、ボーナス敵。まあちょっと見づらいんですが、この敵がまあすり抜けるので、この敵が出てくるまでにこんな感じでブロック数を補強できてれば安心ですね。まあ私は
マドロックとブレイズっていう形にしたんですが、まあ、これ結構理想系なので、まあ、マドロックがいるとして、その後ろはまあブロックできたら誰でもいいです。あと変更できる点といえば、まあ、出てくるボーナス的にもよるんですが、まあ、フィリオの位置回復いらないなと思ったら、スズランの左斜め上のあたりに、まあ、減速を1人入れたりとかね、そういうのもいいですね。ここは少し悩んだんですが、まあ、ケオベにしました。保険ですね。で、ここはズイマーにしました。まあ、もう1人、先方欲しかったなっていうので、まあ、ズイマーすごい使いやすいので、ズイマーにしました。5走。5走は開幕すごい難しいので、まあ、手札によってはちょっと失敗しちゃうってこともあると思います。ここのクリアのコツなんですが、もう早いことマドロックを置くことですね。じゃないと敵が結構いっぱい来て抜けちゃいます。まあ、ジージーちゃんとスズランを配置したいって言ってもやっぱバフを重ねるまでに時間がかかるし、でジージーとスズランはやっぱり S に発動するまでに、まあ、チャージ完了までにも時間がかかるので、まあ、早いことこういうマドロックを手札に加えて、まあ、このグムの位置に置くことですね。でもう一つポイントは左のルート一直線のワニルート、ここは、まあ、地面オペレーターいたらいたで安心するんですが、ここを優先するよりまずこのグムとか天人化がいるこのルートを封鎖する方がクリアに近づけるので、まあ、とりあえずね、こっちを集中ですね。で、ここまで来たら、しっかりバフを重ねていきましょう。まあ、こんな感じでね、地面オペレーター強い、まあ、マドロックとかを置けると、まあ、あとは結構高台のバフ重ねに集中できるんですね。まあ、さっき言ってた、左の直線ルート、この雑魚敵、まあ、通します。もうこんなんにかまってる暇あったら、陣形を整えた方がいいですね。で、しっかり陣形を整えていって、まあ今やりたいことはもう単純ですよね。もうこのアズリウスとイースチナのところにバフを重ねた GG とスズランを置きたい。もう早いこと置きたい。早いこと置かないと、まあ、チャージの時間もあるので、まあ、こんな感じでバルブが出たら結構儲けもんですね。で、アンジェとかは途中で引く機会があったら、まあ、スズランまでのつなぎとして、まあ、すごく使いやすいのでおすすめですね。まあ、S1 とかは、まあ、チャージを待つ必要もないので、まあ、結構ね、まあ、スズランまでの拘束力はないですけど、その大群能力に対しては。まあ、ただ、まあ、火力が高いので、強いです。まあ、アンジ自体強いんでね、普通に。で、この左ルートのところ、ブレイズ置いたんですが、ここブレイズ必須ってわけではないんでね、もし地面オペレーター置けるのであれば、まあ、ここに配置しておくと、まあ、もし火力が足りなかった時に、まあ、倒せるよっていう例なので、まあ、ここはブレイズじゃなくても、まあ、おすすめを出すのであれば、やっぱり遠距離前衛ですよね。ラップランド、あと、アレーン、ミッドナイト。まあ、この辺は術攻撃も与えることができるので、まあ、おすすめです。ラップランド自体がね、まあ、この保全でもすごく使いやすいので、まあ、途中で召集できる機会があったらと言わずに、初めから入れててもいいですけどね。ここは私の今の攻略だったら、まあ重曹ですね。まあ6、7。6、7層になってくると、まあ結構ブロック役とか耐久値が必要になってくるので、まあ結構、重曹いたらね、安定します。ここは、まあ補助のマゼランを取りました。まあ、戦術装備要員の補助ですね。では6層。6層も攻略ポイントがあって、まず
地面オペレーター絞らずに、もう早いことマドロックを配置することが攻略ポイントですね、私の中では。じゃないともう雑魚敵が強いんですよ。開幕の雑魚敵をね、先方とかでね処理しようと思ったらね、まあ無理なんでね、基本的に。なのでもうこんな感じで開幕マドロック置いちゃいましょう。まあ結構これ解決法です。序盤がきついんだったら、もう序盤に強いオペレーター置けばいいじゃないっていうことですよ。みんなね、そのバフを重ねないともったいないかなっていう感覚でちょっと配置するのをためらったりすると思うんですが、もうそれで敵が抜けてしまったら意味がないので、てか失敗したらやり直せばいいんでね、とりあえず強いオペレーター置いてみるっていうのも一つの、まあ、攻略ポイントですね。まあ、こんな感じでマドロックみたいな強いオペレーターが初めにいると高台のバフ配りに集中できるのですごいね楽です。はい、こんな感じでスズラン作れたので次は GG をね作っていきましょう。まあ、マドロックを早いこと置いたんですが、最終ラッシュマドロックバフなしだったら耐えれへんかなって心配する方も、まあ、いると思うんですが、まあ、もちろんねそれに対しての対処法っていうのも用意してます。まあ、今私の編成では重装が結構いるじゃないですか。まあ、普通に回復を受けれる重装ですよね。なので、まあ、このマドロックの上に重装を重ねたらいいんですよ、簡単な話ね。で、医療がいるのであれば、まあ、フィリオは私初めに編成入れてましたけど、まあ、他の医療とか使えるのであれば、この GG の横に上向きで医療を配置すれば、まあ、回復することもできます。理想としてはここはあのブロックすると、まあ、大ダメージを与えてくる、まあ、寄生兵とかが出てくるんですが、まあ、ブロックする前にスズランと、まあ、GG と、まあ、あと誰かとみたいな感じで削っていく、まあ、ブロックする前に削れることができたらそれは一番理想系なんですが、まあ、それができないっていうパターンもあると思うんで、こんな感じでね、まあ、マドロックの上にね重装を重ねていけばいいんです。まあ、これで、まあ、ブロック数も増えて、まあ、硬くなった重装がいて、プラスヒールも受けることができるので、まあ、初めにマドロック置いちゃったけどこういう対処法っていうのもあります。マドロックが全てじゃないんでね、いろいろ使ってもらえたらなという感じですね。で最後、まあ、少し火力が欲しいなーっていうところではあるので、まあ殲滅力が欲しいので、まあ、このオーキッドのところを、まあ、誰かオペレーター変えれたらいいですね。言ったらこの分裂雲がめんどくさいので、まあ、ラップランドとか、まあ、あとポデンコとかね、まあ、その辺の無効化オペレーターも、まあ、いいですね。例えばラップランドならバグパイプの位置に左向きとか下向きとかで、ポデンコだったらこのアンジェの位置に置くとか、まあそれかスズランの左マスの高台に置くとか、まあいろいろできるかなという感じです。で早送り、で次は7層ですね。2円の HP 全然余裕ありますよね。6層クリアでオペレーター選択。まあここもね、私普段やったら、まあ、リー取ってるんですけど、プリムにしました。動画のためにもプリムにしました。でここはまあスルトかな、もうリーンっていうか補助の数を見て、もう補助6体もいるし、スルトにしとこうって感じで、まあ、前衛のねスルトを選びました。では7層です。7の攻略ポイントは、ここもまあ5、6と似てるかな。初めの雑魚敵がもう雑魚敵してないので、やっぱり強いオペレーターを序盤に
置けると安定します。私は手札にねブレイズがあるのでブレイズを置くことにしました。ここですね。まあグムとかでもいいんですが、ちょっと敵を倒しきれない可能性があるので、ここはまあちょっと火力のある地面オペレーターをとりあえず置いておくっていうのがおすすめですね。まあ火力と耐久がある、じゃないとね、先方とか置いてもブロック数1あるいは2で火力もないってなってくると、まあ、敵が抜けちゃうのでもうステータス的なものには抗えないっていうので、強い地面オペレーターを初めに置いておけば、まあ後が楽になります。まあこれブレイズじゃなくても、まあ、もしコストが足りてるのであればマドロックでもいいですからね。まあただ初めに私マドロックがいなかったんでブレイズを置きました。でさっきの6層の考え方と一緒でマドロックのバフが足りないというのであれば、マドロックの上に重装を重ねればいいんですよ。で、まあ、ヒーラーもいるのでこのマゼランの位置にヒーラー入れるとか、まあそういうこともいいですね。でスズランは作れたので次は GG ちゃん作りたいですね。もうちょうどね攻撃範囲が、まあ、肩にはまるというか、まあ、スズランだったらここ、まあ、GG ちゃんだったらジェシカの位置がおすすめですね。敵のルートが2つあって、今この流れ物が歩いてきてる上ルートと、あと下のルート、ボンバークラッシャーのルートがあるんですが、ボンバークラッシャーは隣接マスにもダメージがいくので、ブロックするのはあんまりおすすめしません。なので、ここ、まあ、あえて道を開けておいて、高台、まあ、減速とかで処理していくのがおすすめですね。まあ、ここのステージも初め耐えたらもうすごい楽ですね。まあ、ここのステージもというより保全がそういうところありますよね。やっぱりドローの運もあるし、まあ、初めの手札が何なのかっていうところにも結構左右されやすいので、初めが一番難しいのかな。初めさえ耐えることができたらあとはゆっくりオペレーターを配置していけばいいので、初めが難しいですね。でここ、まあ、ダクシンスカジと、まあ、マドロックのコンビはすごくいいので置いてるんですが、まあ、これ別に普通の重装と医療とかでもいいですしね。で例えばバフを持ったサリアとかがいるのであれば回復いらないと思うので、このダクシンスカジのところに追加火力を入れるとかね、まあ、今の私の編成やったらケオベとか、まあ、アンジェリーナ、まあ、この辺入れておけば火力の足しにもなります。出てきましたね、ボンバークラッシャー下ルート、まあ、ブロックしてないので、まあ、しっかりダメージと、まあ、減速さえ入れれば処理することができます。まああとおすすめの配置といえば、まあ、やっぱり敵をブロックしたくないので、この天忍家の位置に火力のある前衛とかおすすめですね。まあ、やっぱり遠距離前衛とかがおすすめですけど、まあ、ラップランドとかねまあラップランドじゃなくても新銀山とか、まあ、こんな感じでスルトとかでもいいんでね。もし火力が足りねえってなったら、まあ、そのところだけラグナロク使うとか、まあ、そんなんでも全然火力の足しになるので、まあ、この敵が通らないマスの有効活用もするといいと思います。で最後ドローして、まあ、このジェシカの位置ちょっともったいないので、今の私の手札からなら、まあ、アンジェですね。これで操作終了になっております。で次発想なんですが、正直アイアンキャロットより簡単だと思います。正直こっちの動画先に出そうかなと思ったんですが、やっぱりボーナスエリア初めにしやりますよね皆さん、だと思ったんで、
まあ、ボーナスエリアのアイアンキャロットを先に出しました。最後の凶悪ボンバークラッシャー倒して最後のピックで、ここはぶっちゃけもう前衛も狙撃もいらなかったんで、 F イーターちょっと面白いかなと思ったんで F イーター取りました。まあ、結構、まあ、F イーターいなくてもいいんですけど、まあ、見といてもらったらちょっと F イーターを、 F イーターの突き飛ばしが役に立つところがあるので、まあ、ちょっと使ってみたいと思います。まあ、もちろん必須ってことはないんでね、ちょっと悩んでますけどまだこの数を見ながら、まあ、F イーター取ってみて、でここももう重装ももう良さそうやし、前衛もいらんし、ファインコーンはちょっと狙撃の中でも重いし、まあシバルツもまだ重い方なんですが、シバルツは単体で仕事してくれる部分もあるので、まあ最終的に悩んだ結果シバルツにしました。早く選択せ、早く選択しろ編集でどうにかできたやろっていうね、すいません。では発想を見ていきましょう。最終編成はこんな感じです。まあただこれはもう同じようにはならないでしょう。まあ、LT8 はアイアンキャロットの、ミラノっていうボスみたいに説明することはあんまりないですね。まあ、とりあえずコスト回復役と、まあ、ブロック役を配置した後に素早く5バフの GG ちゃんとスズランを置きたい。もうこの流れは変わりません。はい、ここでアイテムなんかも使いながら素早くバフを重ねて、まあスズラン欲しかったんですが、まあつなぎとしてアンジェ。ここのステージはね、ぶっちゃけ保全の全ステージの中でも、まあ私大陸版でやってきた、この半年間やってきた全てのステージの中でもめちゃくちゃ簡単な方ですね。まあなので何説明しよっかなっていう感じなんですが、まあ基本的にその時々に喋っていこうかな。今喋りすぎても後半喋ることなくなりそうですね。でここに5バフの GG ちゃんで、ダクシンスカジのところに5バフのスズランを作りたいので、まあ適当にドローしながら序盤のブロック役を入れるタイミングっていうのはもう結構わかりやすくて、今重装タイトが歩いてきてますよね。まあここでできたら、まあ重装とか、まあ耐久値のある前衛とか、まあブロック役を配置するのがおすすめです。まあじゃないと、まあ結構これ攻撃力とかも高いんでね、まあ普通の戦法とかだったらやられちゃう、もしくはブロック数足りなくなって雑魚敵が抜けてしまうってことがあるので、ブロック役を入れるタイミングとしたらここで始め入れておいて、また続きですね、スズラン5バフのスズランを作るためにバフを重ねていきます。これで5か。であとはもうスズランを配置と、まあ、これすごくいい流れですね。ここまで来たらもうほぼ形は整ってるんですよ。なのでまあボスの紹介を軽く入れていこうかな。まあ、ここで医療欲しいですね。見たらボスは周囲のまあ、味方ユニットに少量の術ダメージを与えてくるので、まあ高台、まあ、GG ちゃんとかが落ちないように回復薬、まあ、フィリオプスをここに配置します。ここ以外ないんでね、高台がもうないので、
まあ、あるとしたらスズランのところですけど、スズランのところは、まあ、また別で、まあ、スズランの役割があるので、まあ、ここに医療を置いておけばいいかなと思います。ボス出てくるかな。出てきましたね、岩。この岩は、まあ、さっき説明した、まあ、少量の術ダメージを与えてくるっていうのと、あと攻撃力が最も高いオペレーターになんか岩をねつけてきます。その岩が、まあ、つけられたら、まあ、その岩を壊すことっていうのはできるんですが、まあ、攻撃力が高いオペレーターにつけてくるので、まあ、ここにねちょっと実演でブレイズ置いたんですが、まあ、今こんなやったらブレイズが一番攻撃力高いじゃないですか。はい、こんな感じでブレイズ、なんか自分の好きなオペレーターに誘発することも、まあ、結構簡単ですね。まあ、あともう一つはランダムに配置待機エリアのオペレーター1名にまた岩をつけてきます。このアイコン、今マゼランについてるこの小さいびっくりマークみたいな、このマークはそれですね。もうボスの説明はもうあんまりないですこのボス弱いんでね本当に。でこの辺からこの下ルートでベンデッタと、あとワニですね、ワニが来るので、あんまりブロックする戦法っていうのは向いてない敵なので、まあ、スズランの役割っていうのがここですね。まあ、スズランだけじゃちょっと心もとないっていう方は、まあ、このブレイズの位置なんかに追加火力、まあ、配置すればいいかなと思います。まあ、やっぱり形的に遠距離前衛がおすすめですけどね。まあ、もしシルバーシュとかがいるんやったら、まあ、ピンポイントで森林山使うのもいいし、まあ、ソーンズ、まあ、あと今スルト置きましたけど、まあ、スルトのラグナロクっていうのもいいと思います。でここで、まあ、あえて私は突き飛ばしの F イーターを入れました。まあ、動画のようにGG ちゃんとかスズラン使っていれば、まあ、火力が足りないってことはあんまりないんですが、まあ、最悪の保険としてそのベンデッタを突き飛ばすことができます。まあ、このワニに関してはスズラン一人で全然処理できますね。もう配置っていうのはしないんですが、地面オペレーターが余ってる場合は最後もしこのボスを倒しきれなかったら、まあ、肉弾戦術で、まあ、食い止めてもらえればなと思います。まあ、順番にもし地面オペレーターが倒された時に、まあ、次マドロック配置するとか、まあ、そんな感じで、まあ、地面オペレーター余ってたら、まあ、差し込んでみてください。それでは、この動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。